で3レース1乗戦1、1着になりました川田選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございました。まあ、今日は前受けからになりましたけども、どういうふうに考えられてたでしょうか。あの車番的にちょっと前か後ろになりそうだったので、あの前取れたら一つライン突っ張って、その後は切ったライン今対応しながらって考えてました。だから後方に置かれるだけはということで、まあ、一つ突っ張って5番手から。そうですね、どれか一つのラインは突っ張ろうかなと思ってました。で実際北井選手が、まあ、すごいペースでかけていったところ、まあ、ちょっと阿部選手車間空いてましたけどもあの辺りっていうのはどういうふうに見えてましたか。そうですね、本当に阿部君の車間が結構空いてたので、それをわざとあんなに離しているのか、ちょっとペース早くて離れているのかっていうのが判断つかなかったんで、ちょっと僕も様子見ながらだったんですけど、ただ最後後ろから寺崎君の仕掛けが来たので、その僕もかぶっちゃダメだと思って、ゆっくり仕掛けました。じゃあ三角から出たのは、まあ、ギリギリまで見た結果あそこで仕掛けることになったっていうことですか。そうですね、ゴールも近いですし後ろも来てたので、はい、最後外すごく伸びて1着まで行きましたけども、ご自身の状態っていうのはどうでしょうか。踏んだ感じは1着いてるので悪くないと思いますけど、自分でも思った以上の伸びでした。まあ、実際、平塚から地区プロもあってここに来たと思いますけども、ここに入った時の感覚っていうのはご自身はどういう感じでしたかね。練習っていう練習はあまりできてないんですけど、ただ体調とか体の具合はしっかり整えてこられたので、悪くないのかなと思って入ってきました。まあ、1着ということでダイヤモンドも狙える次のレースになれますけども、そのあたりはどうでしょう。狙ったらダメな選手なんで、本当に自分の出せる力を一生懸命出すだけです。まあ、この後はもう休みなく続きますけども、何か修正点や改善点などはありますでしょうか。特に自転車をいじったりはしないので、しっかり体だけ休めて次に臨みたいと思います。わかりました。では、これからの残りの競争に向けて最後に意気込みをお願いします。はい、一戦線しっかり頑張ります。お待ちください。